TTFN バックパック How to pitch a prismatic tent for beginner 四角形から八角形の拡張型、いわゆる前後左右長さが一緒、シンメトリーでできているワンポールテントって結構あります。特に五角形以上の場合、形が歪んだり入り口部分が締まりにくかったり余裕がありすぎたりと、結構綺麗に貼るのが大変っていうビギナーの方も多いと思います。そんな方へのガイドを作っての貼り方ガイド動画です。特に初心者の方は設営が楽になると思います。 TTFN の D です。はい。トリップ、トラベル、バックパック一つでキャンプ、ハイク、ビバーク、ギア、いろんなアクティビティを楽しむアマフェッショナルでスローパッキン、エニートリップなチャンネルです。サーカス TC は五角形のテントです。設営ガイドというものがついています。これを使うと細かな調整だけでテントを比較的綺麗に楽に立てることができます。ということで自分のテント用に設営ガイドを作って立ててみました。ガイドを使えば立てやすいということで、今回はですねローカスギアのアポロタイベックグランデを例に設営していきます。今回の設営ガイドなんですが、このようなものを作りました。そして紐がついてるんですが、設営ガイドの紐の長さですが、中心ポールから角の部分までの長さです。こういった説明書やスペック表を各自参照してください。アポロタイベックの場合は270センチですので基本135センチとなります。なお、どうしても合わないという方は実際に立ててみたときに測ってみられると良いと思います。これの逆側ですね、端がこのように輪っか作っています。この輪っかはこちらの動画なんかは大変に参考になると思います。僕のアポロタイベックは八角形ですので、このように八角形を作りました。八角形の作り方なんですが、こちらの動画大変参考になりましたんで、ご参照ください。それからこれガイドで実際地面に置くものですので、紙で作っちゃうとボロボロになる可能性があるので、僕はこのクリアファイルをカットしてそれを利用しています。このようにね2箇所穴を開けてるんですよね。これはなぜかと言いますと、ここ中心部になるんですが、まあ、例えばこう置きます、決めますよね中心として。で決めた場合にこれずれちゃったりするんですよね。この角の部分が要はガイロープのガイドになる部分なんですが、例えばね1箇所目ここ決めてもこうずれてしまうと、次この紐の位置が分からなくなってしまう可能性があるので、その時にもう1本ね、例えばこうしてあげるともうずれないですよね。まあ少しはちょっと余力ありますけど、基本的にここで位置取りをして、次ここで位置取りをした時もこれがくるっと回ってこれが回らないようにするために2箇所穴を僕は開けています。現在このようにきちっとポールも真ん中に張ってしまっているので、少しガイドをずらしてますが、まあ、こういうことになりますね。こういう形で奥まで、そしてまたあちらまで、こちらまでと、このようにね、ガイドを合わせてあげるとペグを打つ場所が分かりやすくなります。では実際にこちらを使って場所決めをしてペグ打ちをしていきます。こちらを中心に決めましたので、まあここに設置をしていきます。そしてペグをね打ち込んであげると、まあ、この位置決めをするときに、入り口になる方向を、考えまして、例えば、まあ、こういう感じですね。でこれ2本ペグ使っちゃってるんですけど、その辺に落ちてるこういうね小枝でもいいです。代用できると思います。例えばこういう形、それから2本やってますけど、まあ、ちょうどいいのがありましたね、こういったものを代用して、まあ、これでいきましょうか。するともうずれないですよね。で実際これをガイドピンと引っ張ってあげて、この輪の部分ここに打ちます。で外してあげます。
今ですね、ここの部分、この角を行ってますね。次こちらの角行きます。こういうことですね。ここからピンと張りまして、ここまで来ましたんで、ここでペグ打ちをしてあげます。でまた外して、で次はこちらなんで、ここからずっと張っていってあげると。で、伸びた先ですね、ここにペグを打ってあげると。そして外して、まあ、ただ入り口のところの分があるので7箇所で OK ですかね。 DTFN バックパックは270本以上の動画があります。ご興味ある動画もあるかもしれません。ぜひご覧ください。またインスタグラムもやっています。こちらの動画良ければグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。テントの構造が四角形、六角形、八角形、十角形など偶数の場合はですね、このように、まあ、2本同じ長さのものを用意するとちょうどこう対角線にこう引っ張れるんですよね。テントの形が奇数の場合は対角線にはなりませんので、こういった形で1本ずつペグを打っていきます。偶数の場合は対角線ごと1本目で2本目っていう形で対角線で打ち込んでいくことが可能です。まあ、同じことの繰り返しですので、まあ、このようにね7箇所打ちます。そしてこの真ん中の部分、ここにポールが来る形になります。今広げてますけど、テントを展開してあげて、こちらですね、これは必ず伸ばした状態で、で引っ掛けてってあげると。そして次に行きます。これもこちら、これちゃんと入ってないですね、よいしょ、で引っ掛けてあげる。これを全部に繰り返してあげて、で真ん中にポールを立ち上げると立つといった具合です。先ほどのガイドを使った設営で立てたテントになります。かなり綺麗に張ることができました。地面の状態、凸凹があったり傾斜があったりと、意外とこういう系のテントはしっかりと綺麗に張るのって大変だったりします。入り口の部分がギッチギチで縛りにくかったり、逆に余裕がありすぎちゃったりと、結構ね難しいんですよね。もうちょっとねこの動画分かりやすくできたらよかったんですが、まあなんとか設営ガイドの説明できたんではないでしょうか。皆さんのこういったテントはこう建てた方が簡単とか綺麗にできるなどあれば、ぜひコメントで教えてください。トリップトラベラー TTFN でした。